小松緑小松緑昭和17年1月16日は明治大正期の外交官で退官後は著述家として活躍した。号は霞南、道の区国会土方出身。鹿野目正さの長男で合津藩士、小松光明の養子として絶景を再興する。慶応義塾を卒業後、米国に留学し、政治学を学んだ。 留学期間は8年に及びエール大学で法学士プリンストン大学でマスター・オブ・アーツを取得。帰国後は明治学院教授を短期間務めた後外務省に入り、中米日本公使館の書記官や朝鮮総督府の外務部長などを歴任した。日露戦争では両党守備軍司令部付けであった。1916年総督府中枢院員書記官長を最後に退官。 その後は著述家として活動した。1929年国際労働会議日本人参加者たち。2列目左から4人目に小松緑1927年桜雲各主人の名で明治氏実る外交秘話を中外商業振興者より刊行している。1936年には伊藤博文の言葉を集めた伊藤浩次記話の編集を行い、 チクラ書房より出版した。1929年、スイスのジュネーブで開かれた国際労働会議では、資本家代表の顧問として出席している、合図会会員、春世耕追唱会理事、ありがとうございます。